どうも、GF です。ブラックフライデーセール来ましたね。私は安くなった今この機会に前々から気になっていたピッグの豚の革スキンを購入しました。黒耐性が低いので2度ほどしか見ていないにわかファンですが、総シリーズファイナルで、1の石が来ていたのがこのスキンでしたっけ。攻撃がヒットした後、ドリルがギュルルルンとなるのがかっこいいです。もちろん初期スキンも好きですが、奇襲攻撃がヒットした後に、ブレードがギャキンと引っ込んでまた戻る演出がかっこよくて大好きです。私が一番最初に買ったのも、2年前のハロウィンセールでこのソートのバンドルエディションでしたね。せっかく買ったので戻しておきます。ついでに安くはなってませんでしたが、カニバルの老婦人のスキンも買いました。このおどろおどろしい顔がグッドですね。そうそう、鬼滅の刃の最終巻が発売されて、Twitter のトレンドが鬼滅一色。全く世間の民たちは何をそんなに浮かれているのか。はい、というわけで鬼滅の刃に乗っかって、鬼の火山をプレイしていこうと思います。最終巻の書き下ろしを見ましたけど、ジャンプで書かれなかった炭治郎たちのその後に感動しました。鬼滅キャラで一番火山のイメージに近いのは、ナタグモ山にいたお父さん役を割り当てられていた巨漢の雲鬼ですかね。今回は実世界を目指して鬼の固有パーク3つだけで儀式に臨もうと思います。このテイク、弱い？悪いけど、弱い人から狙っていくのこの業界の常識よな。編集中に気づいたけど、今ネアがしゃがんでたね。完全にステルスされてた。あれ、回復めっちゃ早くない？アドオンでも積んでたのかな？残心の戦術のおかげで越えれる窓枠等が黄色くハイライトされています。今回儀式開始時にオブセがいなかったからストライクは警戒せずに済みますね。ここで激怒、と。どこだどこだー。叩いとこう。今回遅延系パークも索敵系パークもないのが辛い。救助狩り狙いたいなー。お、耐久前に救助された。これは無慈悲兵の道に近づいたかな。ストライクなしは確実なのでトンネルします。オッケー。
血の玉である程度は索敵できるかな。一人も処刑できてないのにどんどん発電されていく。救助されたので向かいます。と思うじゃん。ステルス性には自信があったかい、クローデット。よし。決定。そして激怒兵。寝合おう寝合おう。ジェイクいたね。ひき肉にしちまったよ。まだゲージがあるので這いずり放置で欲張ります。叩こう。起こされてしまったか。はい、ドン。もがかないんだね。発電機残り1台なのに一人も処刑できていない。リーチのジェイクさん、チスチス。美味しすぎる。フックを消費したくないから近づりしようっと。やっとこさ一人処刑。いたね。使ったけどアドオン効果で悲鳴を上げたね。金棒が使った時に近くのサバが悲鳴を上げるウルアド積んできてます。もどかしい。索敵のために叩きつけたけど、いないみたいだね。見続けた。
今のはザリーナかな。ネア捕捉。裏にいるよね。斬新の戦術なかなかいいじゃん。はい、そこ。索敵索敵っと。きっと発電機触ってくれてると信じていたよ。最初はどうなることかと思ったけれど、なんとかなりそうな気がしてきました。補足。地下が近い。足跡補足。叩きつけれなかった。ギリギリで救助されたね。ディフェンスディフェンス。欲張ります。オッケー。めちゃくちゃいい感じになってきましたね。地下に行こう。これはひょっとするとひょっとするかもわからんね。OK。這釣り放置して、と。健康状態のザリーナ補足。
今そういうのいいから。ワンパンにこだわらず通常攻撃で切りつけるべきでしたね。いないか。ハッチを先に発見できることをお祈りしてネアを釣るか。あそこかな？ダッシュでハッチを探しに行こう。あ。キー。悔しいの？悔しいの？まあ、GG でした。しかも相手はかなりの格上で、こっちは固有パーク縛りときたもんだ。よく頑張った私。今回の実況はここまで。したっけ。